こんにちは第二種電気主任技術者の平です今回は、電気二種一次試験理論科目より、令和元年度から問いの直流交流が混在する回路の計算問題を解説していきます。まず、問題文を読み上げます。次の文章は、直流と交流が混在する回路の電流と電圧に関する記述である。 文中の四角に当てはまる最も適切なものを回答群の中から選べ図のように直流と各周波数オメガの正弦波交流からなる理想電圧源 Est=E プラスルート2 e c o s オメ ω t と理想電流源 ist=i プラスルート2 i c o s オメ ω t が接続された回路を考える平常状態での 図の電流 it イコール i0 プラス i1t と電圧 vt イコール v0 プラス v2t を求めたい。ただし、i0 と v0 は直流成分を、i1t と v2t は交流成分を表し、e 大なり0、i 大なり0とする。回路の直流解析を行うと、 重ねの理により、i0 イコール1、v0 イコール2となる。次に実行値を用いて、est、ist の交流成分の複素表示及び、i1t、v2t の複素表示を、それぞれ e.i. および、i1.v2. とすると、回路の交流解析の結果は、このような行列となる。 この表現は二端子追回路の H パラメータ表現に他ならない。ここで e イコール r i r イコールオメガ l r 分の1イコールオメガ c と仮定し一式を解くとこのような行列となり二式の結果を利用すると交流電圧 V2T は V2T=√5 イコールコ5となる。 問題ののの答群はこのようになっていますまますすず問問題題設定を確認します問題文の下線より図のように直流と各周波数オメガの交流からなる理想電圧源 EST と理想電流源 IST が接続された回路を考えたとき図の回路図の定常状態での電流 IT と電圧 Vt を求める問題ですですすは、かっこ1、かっこ2を解いていてきます問題文の赤の下線より電圧源電流源の直流成分について直流解析を重ね合わせの理により行い電流 i0 電圧 v0 を求める問題ですこの条件を図に反映すると 電圧源と電流源の交流成分は無視するため、IT、VT の交流成分も無視します。では、重ね合わせの理により、まず電圧源のみを考えたときの、電流 I0 を I'0、電圧 V0 を V'0 に置き換えます。このとき、 電流源は解放とみなすことができ赤の閉回路について回路方程式を立てると i'0 は i'0 イコール 2r 分の e となりまた v'0 はオームの法則から ri'0 のため2分の e となりますでは次のスライドに移ります 次に、電流源のみを考えたときの、電流 i0 を i-0、電圧 v0 を v-0 に置き換えます。このとき、電圧源は短絡とみなすことができ、赤の閉回路で、電流源から電流が流れるため、i-0 はシュダッシュこと 分流の式から R プラス R 分の R× マイナス i となるためマイナス2分の i となります。よって電流源側の抵抗 R に流れる電流は2分の i となるため V ダッシュダッシュ0イコール2分の Ri となります。したがって 重ね合わせの理により、I0、V0 はこのようになるため、それぞれの式を代入すると、I0 イコール 2R 分の E 2分の I、V0 イコール2分の E プラス2分の r y となります。これが括弧1、括弧2の答えです。ここで、次の問題の交流解析で使用する 別解について説明します。まず直流成分 I0V0 が真の値であると仮定します次に直流電圧源 E について回路方程式を求める場合回路図の右の青枠の部分の回路をブラックボックス化すれば青枠の部分に流れ込む電流は I0 であり 青枠の年月効果は V0 となるため、E イコール RI0 プラス V0 となります。次に、直流電流源 I については、回路図の左の青枠の部分の回路をブラックボックス化すれば、青枠の部分に流れ込む電流はマイナス I0 であり、 また、抵抗 R に流れる電流は、R 分の V0 となるため、分流の式から、i イコールマイナス I0 プラス R 分の V0 となります。よって、I0、V0 についての連立方程式が求められたため、I0 と V0 について解くと、このようになり、 まず V0 について解くとこのようになりまた I0 について解くとこのようになることから重ね合わせの理で解いた式と同じであることがわかります次にカッコ3カッコ4を解いていきます問題文の下線は電圧源電流源の交流成分に関して記載されています これを図に反映すると電圧源と電流源の直流成分は無視するため ITVT の直流成分も無視しますまた電圧源電流源はそれぞれ E.I. と置き ITVT の交流成分は I1.V2. と置きます これらの成分の関係式は問題文の赤の下線のように行列表記することができこの時の右辺の対角成分を求める問題ですこの問題は先ほど説明した別解の方法で解いていきますまず交流成分 i1 v2 が真の値であると仮定します次に、 交流電圧源 E ドットについて回路方程式を求める場合先ほどと同様に青枠の部分に流れ込む電流は I1 ドットで青枠の電圧効果は V2 ドットとなるため E イコールカッコ R プラス J オメガ L×I1 ドットプラス V2 ドットとなりますでは 次のスライドに、移ります。次に、交流電流源 i ドットについては、青枠の部分に流れ込む電流がマイナス i1 ドットであり、また、抵抗 R、コンデンサー C に流れる電流はそれぞれ、R 分の V2 ドット、J、オメガ C、V2 ドットとなり、従って、 I ドットはマイナス I1 ドットプラスカッコ J オメガ C プラス R 分の1かける v 2ドットとなります。よって2つの連立方程式が求められたためこれを行列表記にするとこのようになります。これがカッコ3カッコ4の答えです。なおこの 行列表記は、問題文の緑の下線より、二端子追回路の H パラメータ表現で、二端子追回路とは、図のように、回路から入力側として二端子、出力側として二端子を引き出した回路です。この回路は、入力と出力の電圧と電流の関係を調べるために用いられ、その、 関係性を表すために用いられる式の一つが、H パラメータといい、図の V1、I2 ドットと I1、V2 ドットとの関係性を示し、他にも Z パラメータ、Y パラメータなどがあります。ここで、二端質位回路を問題の回路図に反映すると、回路の部分は、 青枠の抵抗などの回路素子全体を指し入力側は電圧が E ドットで電流が I1 ドットとなり出力側は電圧が V2 ドットで電流が I ドットとなることから H パラメータの定義と電圧電流の成分を比較すると カッ3カッ4で求めた 2×2 の行列が H パラメータであることが分かります。最後に括弧5を解いていきます。問題文の下線より E.=Ri.R= イ,イコールオメガ LR 分の 1= イコールオメガ C と仮定したとき行列はこのように変換できこのときの 交流電圧 V2T を求める問題で,すでは確認のため青の下線部の行列を求めていきますまず r イコールオメガ Lr 分の1イコールオメガ C を代入するとこのようになりますでは次のスライドに移ります i1 ドットと v2 ドットの行列に関して解くため H パラメータの逆行列を左からかけるとこのようになり次にこの逆行列の各成分について求めます 2×2 の逆行列は対角成分を入れ替えし非対角成分の符号を逆にしさらに各成分を行列式で割るとこのようになります この行列式を代入するとこのように問題文と同じ行列になります。では括弧5の交流電圧 V2T を求めていきます。V2T の複素表示が V2 ドットであり V2 ドットは行列の成分を比較するとこのようになりこれを有利化すると 4分のマイナス J3 E ドットとなります。この式をベクトルにより表すと電源電圧 e ドットを基準ベクトルとすれば v2 ドットは虚部がマイナスのため e ドットに対して φ だけ遅れますまた e ドットに対して平行な成分と垂直な成分は このようになるため、三平方の定理から、V2 ドットの大きさは、E となります。なお、この大きさは、実行値です。また、角度、φ については、t a n ェンイ,イコール4分の3となるため、φ イイコールマイナスタンジェント4分の3の逆関数となり、遅れのため、 マイナスの符号となっています。これらのことから、v2t は e. ドットがルート 2e コサインオメガ t であることを考慮すると、v2t イコールルート 2e コサイン括弧オメガ t マイナスタンジェントイーバーズ4分の3となります。これが括弧この答えです。よって今回の問題の答えはこのように。 なります以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。